今ちょっと、いろいろなことがあって都内某所移動して、今すぐ行われる久保塚洋介さんのトークライブでもう俺の代わり出ちゃってよってことで言っていただいてもう今すぐ出てきます。やれるとこまでやってきます。久保塚洋介さんとして今日はトークしてきます。始まったもうすぐ呼ばれたらどっから出んの？こっから出んの？階段降りて SP さんと一緒に SP さんと一緒に。あ、これガナリ？ガナリ？いい感じのビートが鳴り始めてる。やる気ないっしょ。口カラッカラやん。めちゃくちゃコーラ飲んでから。こうでいいと思います。こうでいいと思います。こうでいい。久保塚洋介さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも花も人間の咲く咲かないは自分次第久保塚洋介です。お願いします。バッチなんすか。違いますよ、まっちゃん。久しぶりじゃん、何にしてよ。もう10年一緒にね、やってるんですけど、まあちょくちょくやっぱポイントポイントで出させてもらってるんですけど、あ、皆さんありがとうございます。いや、めちゃくちゃ集まっていただいててね。はい、今日はお忙しいとこ来ていただいてありがとうございます。まっちゃんが言うなら俺は行くから、いつでも言ってよね。出ていただいて、うん、いろんなところでロケさせていただいて、うん、楽しかったですね。もう全部がもう昨日のことのようですけど、でも俺が生きてるのは過去でも未来でもない今だから。ダセーことすんなっつってんじゃねえの。悪いこと、あ、逆だね。ちょっと今日ソフトリ飲みすぎたな。話していきましょう、はい、ディープなとこまで、はい、話せる範囲ですよ。大丈夫。さんにとっての人生の転換期ってあるんですか。人生の転換期、でも僕最近腸活を始めてまして、やっぱり腸活をやってるともうぐん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 メンタル上がって、すごいメンタルとかも。どこに手振ってるの？ちょっと早いよ。ちょっと怖いかも。危ないよ。ちょっと怖いかも。でもそばはどのくらい柔らかいか見てもらっていいですかね。このソファーダメ。一回上がって折れちゃう。じゃあ飛ぶと思いきや飛ばないパターン、はい、階段で。もちろん俺もエレベーターも階段も使ってるから。今日ちょっと友達の俺のモノマネしてくれてるバッツメ呼んでるから。バッツメです。ちょっとじゃあ、はよかった。
お友達ちょっと来てくれてますんで、ぜひ皆さんに紹介させてください。もう降りてくるんで ね。そう、ダッツネも知ってる、ありがとう。最近で言うと、僕は遅ればせながらサウナも入り始めまして、初めてこの前、流行ってますよね、流行ってるからはやるわけじゃないんですけど、相当遅めにちょっと整いまして、文社から神は万事ライン、何やってんだよ本当に。あ、野田さん、ありがとう、今日来てくれてディーンオーデンス、それはファッカーの方だろ、おい、練馬座の文社から神は万事ラインぶっ飛んだ宇宙を感じたい、こいつ本当難しいことするね、罰がいいんだよ。一回乾杯しようよ乾杯できるよ、いや、あれはどんぐらいんだ。じゃあ、久保塚さん、ちょっと乾杯して。はい、じゃあ、最後にちゃんと一言言っちゃうんで、乾杯の温度、はい、よし、じゃあ俺がフォイって言ったら、皆さんもフォイって言ってください。はい、あ、そこはそんなイージーワードなの。イージーワードでフォイって言った後にもう乾杯の温度を取らせてもらって、はい、もう自分はもうじゃあはけさせてもらいます。いや、それはわかんないけどいきますよ、じゃあ乾杯の温度いかしてもらいます。フォイフォイ、ありがとうございます。そこらのサウンドじゃ感じねえ、段違いなミッドナイト、このパーティーマジない、よく聞いとけパンチライン。12月9日渋谷、久保塚さん、マキさん、トークライブ、まだまだ夜終わんねえぞ、乾杯。お前やりきったキャンの笑顔やめろよ全部やったっぽいねえ、マキコちゃん、ね、いやこれ一言言ったコメントくださいよ。あ、本当にそんなに汗かいて頑張ってくださってありがとうございます。マキさんが結構混乱してた、ね、混乱してたあ、ね、マキコちゃんね、結構ねアドリブは効かないんだよ。いやいきなり知らないやつが降りて、あ、すみません、改めまして、悪い時もいい時も自分だ、久保塚洋介です。お願いします。バッドナイス常田君でした、大きな拍手を。バッドナイス常田君でした、ありがとうございます。ピースアウト。チャンネル登録おっしゃーす。